tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. ああそうですね、お題があって、はい、ここのなんか丸の内してみたいな感じなんですか。そうです、本編が築地の方。あ、築地なんですか、はい、これ3代目って何の3代目ですか。その魚屋の3代目と一応そのうちの親方が青空寿司の3代目でタッグを組んで一緒にやるってなったんで、青空3代目って。ああ、もうここから独立したら4代目になるわけじゃないですね。次1代目から始まる。ここだけ系統ちょっと違うんですか。一応全店舗違うんですけど。あ、そうなんですか。シャリとかも。あ、そうなんですか。はい、仕入れ先も全部違うんで。だからびっくりされますよね。本店行ってた方がこっち来たら。違くないみたいな感じ。すいません、すいません。あ、どうも、はじめまして。はじめまして、藤田です。なんか段取りとかあるんですか。何もないです。あ、ただ食べてる。はい、もうただ食べてる。下ネタも OK です。皆さんも知り合いってことですか。ちょいちょいって感じですね。端の2人は、なんかちょくちょくお寿司屋さん食べてて。あ、で、僕はインスタをフォローしてる形なんですね。赤酢と米酢ですね。米酢の方が辛めにつけてあるんで、米酢の方が口直し程度に使ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お任せのコースが握りとつまみを織り交ぜてお出しっていう感じですね。はい、インスタのお鍋の出汁逃げちゃってるから大丈夫ですか。顔切れちゃってる。見えます。基本的に何でも大丈夫です。顔切れても。顔切れてもいいんです。はい。本ですか。どうぞ。こういう赤身でこの柔らかさあんまりなくない。びっくりしました。これがうちの特徴なんです。なんでこの柔らかくなるんですか。うーん、赤いものってね、基本柔らかくないと美味しくないんですよ、うんうん、でそれを見極めるのが俺の仕事で、うん、カツオもそうなんですけど、柔らかいイコール美味しいってことなんですよ、うん、握るってことびっくりしますね、うん、ね、他のお寿司屋さんと全然違う柔らかさですよね。なんでお前のところで使ってやる。使わせちゃってください。奇跡が。なんかでかいみたいな。すごい大きいですね。そうですね。何もつけなくて。あ、お醤油ついてますんで、はい、お好みの卵と一緒に召し上がっていただいて。あ、インスタ見ていただいてるんだったら、はい、若い子たちみんなに課題出してるんですよ。これでもできな、年内にできなかったらクビなって言ったらですけど。しかも結構うち結構厳しいからね。いや、お前のところが実は一番厳しいんだよ。本当に。でもお前もクリアしたしの。クリアさせてくれましたから。もう完了してるんですね。はい。いや、これも全員しちゃいますよ。多分。うん。吉永さんが連絡くれて。
まさか行きたいっつってこんなになると思わなかったですよね。出張も来てくれたと思わなかったですよ。でも最初の3年また冗談言ってると思って社長はあのスキヤパ師匠のあの映画で出られてましたよね。はい、今日朝見てきました。すげえ怖い人なのかな。全然怖くないよな。全然怖くない。目が一個引いたよ。まあちょっと市場とはまた雰囲気が変わる。まあそうですよね。それはそうです。真顔がちょっと怖い時あるけど、今なんか変なこと言っちゃったのかなって思っちゃう。地雷分なのかな。めっちゃダンディーかっこいいです。はい、ダンディーかっこいいです。いいなんでこれ子供です。お客様商売なのにお客様が入りづらい店ってどうにもなんない。入りづらいっていうよりも入れないで。入れないです。みんな入ってきてくれていいんだけどね。全然来ない。このガリフ2種類もその店舗で違うんですか。あ、そうです。うちだけ全然違う。全然違います。小鯛です。そうですね、まあ、マグロがやっぱ気に入ったのしか買わないんでなかなかで、あの誰も声かけてくれなくてこれどういうことなんだろうって話してて小鯛です。それで、まあ、遅い時間帯行ってみたりしても、皆さんいるんですけどないんで、やっぱでも一応毎日通ってたらあった時があって、うわ、あると思ってマグロ見てたら声かけてもらえるかなと思ったら声かけてもらえなくてどうですかとかあるのかなと思ったらなかったんで、もうでももうここで声かけなかったらもうダメだと思って、すいませんこれ売り物ですかって聞いたらすごい観光客みたいな声の観光が迎合してる。売り物ですかって聞いたら、あーまあ味の入りでした、ね、塩対応って。でもそれでその時にちょうど買わせてもらってお店持って帰って食べたら、わあ全然違うと思って、で最初は違うマグロ屋さんだったんですけど、やっぱ価格的にもお昼はちょっと出せないなと思ってて、だからお昼は違うマグロ屋さんにしてたんですけど、やっぱ使っていくと他使いたくなくなってきちゃうじゃないですか。妥協ができなくなっちゃう。ちょっと藤田さんにお昼も使いたいんですけど大丈夫ですかって相談して。うーん、でもよく前を通るなと思ってた。ああ気づかれてた。でちゃんと認知はされてたんですね。高校の友達に似てるんですよ。だからなんかよく前通るなと思ってたんですよ。なんか行ったり来たりするなとは思ってたんですよ。往復もしてますね。もしかしたらまた出てる時に何かあるかもしれないと思う。糸口を探して、はいはい、恋愛ですね。恋愛です。片思いが実った。で、まあ、ちょっと若干時期が外れてたんですよ。でそのあ60点70点ぐらいのイメージで、まあそれも気に入ってはいるんですよ。60点でもでもそれに対しての本当にこういう答えが返ってくるといいなと思った答えが返ってきたので、それから付き合うようになったんですよね。なんでしょう。それは僕も真剣なんですよ。マグロに対して本当にこう真摯に向き合ってるんで、中途半端なことをされたくないですね。だからいくらでもいいからっていうのは本当来るんですよ。おー、いくらでもいいから。うちよりお金出すお店行った冗談じゃねえっていう話なんか。そういうことじゃない。とっとと帰れこの野郎って話。ちょっと怖い変人に。マグロが出てない時は本当にない、ないの？ないです。基本ないです。基本ない。基本ない。商品としては売るものがない、もう価値がないからもう売れない、売らない、ね、気に入ったものが入らないから出したくないってことね。珍しい形ですね、これ。いくらです。海苔はあえてやんないです。なんか色も、色も。ね、もう、いろんなとこ行ってるんだよね。癖になりますよ、これ。
これ食ったことないよ。まあねっとり感がすごい。もうそうチーズみたいな。自宅ですよ。ねっとり具合で言えばでもこっちの方がねっとりしてるのかな。すごいね。群馬。群馬。あ、そうそう。ああ。もうあそこのお酢で締めた味でーす。やりづらそうです。急に静かになるかな。大変だなと思います。寿司屋さんも舞台じゃないですか。うん、楽しい場所でもあるけどな、はい、大変だよな。プレッシャー相当だと思います。一番最初に藤田さん来た時、はい、やばかったです。やばでしょ、ね、いや本当にもう1秒でも早くここから立ち去りたいですよ。でも、本当ですよ、心の底から。うんうん、かわいい。甘くは。チャンスです。はい。うまそうだなぁ。誰の幻ですか。どこで買ったの。吉田水産っていうところでね。なんだこのやらせみたいな。蓋外した瞬間からゴルフボール。これ皆さん今日いい日に当たってますよ。これ本当にいい。いや本当にいい。僕こうなんかこうなんか企画だからって選ぶのじゃあこれ出そうみたいなの好きじゃないんで、うん、たまたまいいですよ。たまたまいい中でもいい。いや持ってますね。ここで見てても物質めちゃめちゃ綺麗。半端ないですよね。あの色のグラデーションの色もすごい。気分が切り替えられない。すごいですかね、本当に赤身の柔らかさとか。うわー、考えられないですよね。ふわふわですね。ぐにゃりと。あのもう本当触ってもらいたい。全然違うんですよ。この手に当たってる感じが。もうお肉にしか見えない。すごいですね。すごいですね。柔らかさ良かったです。あ、はい、すげえ。指切りはやっぱギリギリに一応やろうと心がけてますね。締め方は塩だけですか。塩お塩をして、素洗いです。あ、素洗い。はい。唇でもふわっとしたのと、はい、この後のうまみがじわってうまいと思います。赤酢だけですか。赤酢と米酢。ああ、だからこのすげえ酸っぱいのは米酢なんですよ ね、 ね、4種類混ぜたんですけど。4種類も入れてるんですか。4種類、赤酢3種類と米酢1種類で、手酢は米酢にして、うん、ラインナップがすごい。8000円でこれなんですか。大丈夫です。通常もちゃんとこれですか。社長がいるからじゃない。毎日メニュー変えるんですけど、うん、例えば釜玉って毎日 あるわけじゃないんで、うん、ある時は出しますし、見えなかった時もほぼ、うん、これですよね。だからその前日何日か前に仕入れてタイミングですね。要はあ、そうですそうです、ね、だから今日の母体日が出ない時もありますし、うん、握りで出したりとか、夏だとウニ3種類出したりとか、まあもう毎日ほんとメニューの構成と、うん、やっぱあの母体日を常に出すってなると、まあ、金額が上がっちゃった時は、うん、8000円じゃ全然ない。だから臨機応変に対応できるから8000円っていう気持ちなんですね。で一応心がけてやってますね。まあもちろんアジだって常にいいのを買うってなると、うん、朝一で一番いいのよっといてくれってことになるじゃないですか。でもそういうわけにはいかないんで、まあ、毎日一番いってるから、例えばイワシが良かったらイワシの方を買ってきたりとか、全体のバランスを、まあ、バランス整えて、品数も変わりますし、うん、ただどのタイミングで来てもらってもいいものか満足してもらって、例えばカマトロ楽しみに来てたけど美味しかったからよかったねって帰ってもらえることを一応心がけて、うん、中トロです。本当にすいません、ため釣りしてきちゃいました。ため釣り
そうです、2本分ぐらいの。まあまあ、2本ぐらいの。なんていうか、すごい軽い、軽いんですけど、口当たりがいいんだよね。まあ、握るの見てると分かるんですけど、もう、こう、硬さが違うんですよ、うん、ふわっとしてますよ、うん、シャリに、なんだろう、馴染んでいくみたいな感じ、うんうん、シャリも固めにしてるんですね。あ、そうですね、固めに炊いてます。だからマグロの、あれ、いきますよね。俺の金だ。ありがとうございます。期間徹底的に通ったんですよ。はい、うん、最近なんか今日行くからって言うとなんかいっぱいで入れませんあれでも二度と来るからあのいつでも藤田さん空いてますんで、うん、でも普通に断るんじゃないもし藤田さんとこうなってなかったらまずこの場面が絶対ないですよね。本当ずっと IKKO さんの動画見ててずっとそればっかそれしか見てない時があったんで、この話来た時はもう本当にもう涙出るぐらい嬉しくて、ありがたいです。すぐ藤田さんに連絡しちゃったんですけど、この瞬間を一緒に藤田さんと一緒にいたいっていうそこまでそれで電話して、でその後よくよく思ったら確かこれめちゃくちゃずうずうしいことしちゃったなと思って、藤田さんに対して藤田さんにすいません、その情熱と勢いが、ね、まさか来てくださると思う、うん、いやもう言われたことは大体やってますから、うん、お塩でお味付いてますのでそのままどうぞ。ポってもう、よくないから一回全部漂白をかけるじゃん、うんうん、あかんの。ただ、俺大体なんか マグロの旬は夏って初夏って言ってるんですけど、まあ普通ならバカじゃないのって話じゃないですか。ああ、冬の方が脂ってるでしょ。でも多分またスタンダードになるんじゃないですか。まあ脂は乗るんですよ。一番脂が乗るのは冬は間違いない、うん、ただ脂イコール美味しいじゃないじゃないですか、うん、でも香りなんすからもう逆ですから、うんうん、脂があるときは香りは少ないし、うん、じゃあ冬はまあ脂に頼りがちというか、ね、油のウエイトが占めるから、うん、マグロっていうと坂見港とか、坂見港も悪くないです、うん、問題児ですけどね。このまま買わないと思うっていうのは、まあその上のマグロっていうのは本来高いの、はいはいはい、カチカチなの、はい、それが、うん、今年あこれなんか切り付けしやすいなっていうのがないっす、息子とお友達になればいいのかなとか思う。満腹がやっぱすごいですね。そうですね。満腹で
いや、すごい、本当すごいです。喫煙にしないの？喫煙場みたいな。どう見ても多数決負けてるのに。好きなみんな食べておいた方がいいと思いますよ。今回のマグロだったら絶対。じゃあいただきます。はい、いただきます。何を？皆さんからます。あのさっきの手間。あれ見て卵いらないって言えばよかったと思います。まあ、まあ確かに卵はいらなかったですよ。欲しかったですよ。卵出しました今日。あ、今卵です。卵です。嘘ついてない。食べてないですよね。出てないですよね。出てないですよ。卵を出す代わりに手巻き出しますよ。卵の代わりに。やったー、はい、みんなアレルギーだ。めっちゃ気使って編集やる。卵食べたっけ？食べてるとこ出てるのに。だけやん。結構甘い。だいぶ甘いですね。本当は甘い。ごちそうさまでした。ありがとうございました。よかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。I get the vibe that you're distant. There's something about you that's different. I see it in something isn't right. Tell me again what I'm missing. Cause you're fading on. We've been here before. Tell me again, just tell me again and I'll make it right. Don't go through that door. Tell me again, just tell me again. Nothing is wrong, just leave it be. But I see